今回の新オープニングは作業量が多いから愛車にも手伝ってもらうわよ。うん、何すればいいかな。背景に使うファイル模様を各キャラクター分お願いします。了解。さて BGM どうしようかしら。コンセプトは Twitter のアンケートだと可愛くて賑やかなやつ。それだとポップ系でドラムバリバリ使ってるような感じですかね。さすがにそんな都合いいのはないと思うけど。あったわ。さすがだ。できた。すごい時間かかっちゃった。姉さんできたよ。これどうすればいい。姉さん起きて。いや、寝起きしすぎだろ。で飛び出すアイコンの位置を調整したりとか考えてたんだけどね。どうして見せたんですか。中の人が音階まで聞きたいスキルを持っているので。仕方ないね。そのデテイルは飾りか。そうだよ。そうだね。とりあえずガンガン冷めて眠いからちょっと借りに来てくるわ。レイブン、あとよろしく。いいか。えっと、じゃあ進行しちゃうね。お願いします。今回はソードバトルセラフさん、アポスタシアさん、ディメンションミックさんを協力してくださいました。コードバトルシラフさんのスキルは保存不良。トーミターペットは最近の若い子はわからんだろそれ。マジですか。コミカプチ編がもう15年前だぞ。マジですか。ショック受けすぎでは。アポスタシアさんは飛んであいつ純粋一体を今回と恐怖の渦に落とし入れます。中二心をくすぐる。ふふ。今なんで聞いたの。ディメンションミックさんが落ちてましたね。もしかして転落点が拾うつもり。笑っちゃうものは仕方ないじゃないですか。仕方ないじゃないですか。まだ何も言ってないだろう。私とディメンションミックさんはダインディングサークルです。このスキル、攻撃当てても硬直が続けばめちゃくちゃ強いんだけどな。さすがにそれだと強すぎですね。現状だとほぼ欠陥用だな。しかしうちの愛車さんは欠陥やらない上に単純にはパーティーで挑むのだ。意味がないな。意味がないんですよ。ダメージがあるわけでもないですからね。もしかしてアイテム異常のハズレ。乗ってくれてるディメンションミッチさんに謝って。空気を読んでキャラまで解説がさったんですよ。です。よくやった。あらカーラーの、そこまでやれとは言ってないです。何人ですか。あだ名のデザイン。ダイイング。今何かどうなったんじゃ。ワイバーンにドンフランに打ち込もうとして、タイミングずれてスイートフラッカして下で発動して、お気に召したご様子。頭上で小刻みにプルプル震えておられる。顔が真っ赤です。アイリーさん美味しいな。お褒めに預かりまして。褒めてないです。一つも褒めてないです。ありがとうございます。精進します。こいつでもわざと落ちたりしても面白くないんじゃないですか。なぜ想像してみてください。はい。目に見える穴に向かって別そっちの子で続々と落ちてくる仲間たちのことを。それは恐ろしいです。あれ面白くないですか。発想が怖えよ。その奥の敵が後遺自殺しまくりのせたワンセットなんですが。発想が怖えよ。っていうかそんな都合よく追いかけてこないんじゃないんですか。実際そうなったらそれはそれで怖いけどな。あ、終わりました。お疲れ様です。闇門でコメント返信やろうかと思います。了解、準備します。はい。しょうがない。今回はレイブンに読んでもらいましょうか。リストを取れます。どれ。これはさあ、読んでもらいましょうか。悪魔め。そんななるコメントありましたっけ。どうだっけ。とりあえず読んでよレイブン。仕方ない。兄貴、兄貴、君の兄貴じゃないか。
You are not happy. Maybe change the food of time off. Beginning. I'm beginning. You can say the time on that.男性人格がレジンの味か、これはかっこいいな、わが。本人を乗せるのはさすがにひどい。毎度のことじゃないです。ヒデさんもご自分で読んでましたっけ？意外といいのね。恥ずかしくて緊張。あれれ。このフリーズゲームしないでキャラが話すだけの方が面白そう。私もそう思う。テレシスさん。しかも、その方が作るの簡単なんですよね。オープニングとその前の茶番だけ作ってたりするのが出られてたな。姉さん。しかしゲーム内だとフリーザに枠のディメンションを打ってた常識人はとは。例え話をしましょう。一般的な近い食べ物代表である納豆、苦手な方も多くいらっしゃいます。それでも、チュールストレミングが草屋の群れに紛れると臭いと感じることはなくなるでしょう。そういうことです。自分たちを臭い食べ物で例えるのはありません。チュールストレミングと草屋の群れってなんだよ、怖すぎるわ。納豆の匂いを感じる前に気絶しそう。最後はレナの脇だけにしとけってコメントきそう。本人がいないからってすっかっていうのはやめなさい。シュラさんは、ローガン式です。奥義出しますね。はい、レイヤーに行っちゃってください。ねえ、クレイヤーさんは G18 チーム受付人だね。了解です。足止めはお願いします。任せなさい。どうですか？私はインペアノンで。私はインペアノンで。神が舞い降りた。やめてください。死んでしまいます。空気読むわね。さすが中1は格が違う。メンペアマン、敵の残体力で威力が変動する大技ですね。でも、おたけびの無敵で回避されちゃうのよね。そうだな。なんの、前方の敵を牽引してまとめて突っ飛ばす大技だよ。でも、おたけびの無敵で回避されちゃうのよね。そうだな。回避はね。相手が戦闘不能になったらやかたなしだな。絶対生き残ってやりますから。2、3回叫ばれたらなし知れないですよね。ていうか、アインさんはもうちょっと攻撃らしいよな。もずっといてきて。おいしいですか？苦手までもないでしょ。選んで。そこで選んで。アイン止まるの早いわね。直撃アインさん。よかった。無事クリアしそうで足りないです。あ、とてもないこと考えたりの方式。ていうか、本当にどうすればいいんですか、今回。さっき言ったじゃん。3回ぐらい方向やられたらやられるって。エンディアガンのクールタイムって何秒？最短24秒です。つまり？最初に撃ってから48秒以内に倒さないと終わりますよ。無理でしょ。使うタイミングもありますから、しっかり48秒ではありませんか。ダメージ耐えないのもタイミングも何もないんじゃないのですか。相手が電動の近くにいないのに撃っても仕方ないでしょ。知ってた。その回答は私知ってた。アインさん頑張れ。ロジとルーラさん助けて。なるべく早く倒せるようには頑張ります。任せなさい。この二人だとアイクン会が反射じゃないよね。どうせらは出せてないからな。片やコマンド火力が高い上に今回凍結妨害持ちの巨人と、片やこの縛りの中クールタイム6秒で奥義連発できる巨人。何を手でいります？相手にとって不足はありません。かかってきなさい。別のゲームになっちゃってるよ。楽しそう。実際楽しいな。歯医者さん、ごめんなさい。今ちょっとワクワクしてます。普段こんなことしたら絶対に怒られるものね。わ、私も怒っちゃう。ごめんね、全然怖くないわ。むしろ可愛らしい気がしますね。僕も歯医者さん、なんでよ。思ったんですけど、復活縛りしてないなら別にやられてもいいんじゃないですか。やられた瞬間、イブさんからものすごい言われるのも嫌。重箱の隅をきちんとやりましょう。最悪じゃないの。いいじゃないですか。
失敗にはならないわけですし。ああ。今回みんなお薬では。空中を持たないので、本当やめてください。すぐさまって筋肉はいいですか？無事筋肉繊維を補強させるための回路が消化しちゃうんですね。なんでこんな無駄な思いが効いてんだね。ミラコに近づけるために作ったらしいですよ。設計者は何を考えてたんだよ。まあその時に作ったのが僕なんですけど。お前は何を考えてたんだよ。どっかテクノロジーが無駄な部分に使われまくってるよな。僕は普通に使えるので別に失われてはいないじゃないですか。今頃の操作最後の生き残りって君が設計出してくるのか。オンラインゲームの設計面積は絶対でいいんですよ。本人が言ったらダメなやつですよ、それは。じゃあ、アイン。おまけいことはいいんだよ。アインさんのキャラがどんどん崩れていく。そろそろですね。よし、生き残らないと。さあ、今行くぞ。自分のケツにさよならのいつでもするんだな。アイシャ、今すぐ壁を物に戻ってください。自由に。若い子じゃなくても伝わりにくいんじゃないか、このネタは。いきますよ、ケーキ漬けに混ぜるスパッツ。わーあいしゃー。で、減りが凄まじいですね。これは頑張らないと。幸いゲージは5本しかないです。一気に潰しましょう。勝ち様。凍らせておくわ。よしっか。おーり。こらーい。真面目にやってくださーい。一本削った。やりますね。最初のハウリングから約20秒。そろそろ違うと思います。うおー、早いですね。うん、火力足りるかしら。めっちゃ楽しそう。そろそろ行きますよ、新作ね。おわー、最初かー。お、顔難しい。マジか、よせやがった。そのまま雑魚処理お願い。言われなくても、鳥は行けてしまうそうです。押し倒ります。残りは不十分。旅だねー。生き残った。決めるわよ。約5秒。勝負。どんどん使い切る。いやー。勝った。第3の回。残念。お疲れ様でした。楽しかった。お疲れ様。お疲れ様でした。今回はここまで。次回のネタお願いします。お願いします。おはよう。なんか面白そうなことやってたのね。そうなの。サインさんがルールさんで山岳スキルなの。うん。あれ、ドベのスキルが老血弾。楽勝だったでしょ。え、ギリギリだったよ。へえ、あれ方向無効化できるのにね。